児島と西県のメイクハッピーラジオ。NPO 法人メイクハッピーでは、植林、干ばつ、災害支援の日光を中心に、地球に緑を、世界に笑顔を、社会に志を増やす活動をしています。ここ、兵庫県丹波市では、氷上町北浦のシアビレッジにて森のお手入れ、そして村づくりをしています。はい、ということで、メイクハッピーラジオ始まりました。干ばつリーダー西県と、理事長の鹿児島です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね。はい、多分2週ぐらい空いたんじゃないかな。そうですね。なかなかね、立て込んでて、まあね、それは、まあ、理由がね、あるんですよね。はい。そうですね。まず近況からお届けいたしましょうか。はい、はいはい、今ですね、クラウドファンディングをもうすでに開始しております。現在、収録日がですね、4月の今日は20日ですね。うんうん。はい。先週の4月15日から1ヶ月間のクラウドファンディング、1000年続く森のシンボル、きらめきツリーハウスを作りたいという形で、クラウドファンディングをさせていただいております。こう、兵庫県北浦の、ね、兵庫県丹波市北浦のね、地域にですね、ツリーハウスが建つということですね。そうですね。多分本当ないよね。他にね。ねえ、ですよね。丹波市の中ではないんじゃないかなと。うんうんうん。なんかね、ちょこちょことこう家を建ててはる方はいらっしゃるんですけど、ね、ツリーハウスっていうものをね、建てるってことはなかなか、珍しいんじゃないかなと思いながら、うん、そんな情報が一つですね。一つと言いますか、はい、まあ、これがほぼメインかな。ほぼメインだね。と、はい、と同時に募集してるのが、はい、今、現在ですね、近況といたしました、5月、その、ツリーハウス着工は5月1日ですね。はい、5月。はい、これは制作講座という形で、人も募集しておりまして、15万円で1年間のツアーでは、1年間、毎月1回ずつある制作講座、ワークショップみたいな形ですね、となっておりまして、これが5月1日からオープン。1ヶ月に1回ね。はい。で土曜日プランと火曜日プランがあるんで、5月1日と5月11かな、うん、その後が。スタートでね。はい。で、その間に5月9にですね、うん、今私たちが森の干ばつ活動として、いっぱい広げていっております、きらめき干ばつというものがね、この5月初めて行いますね。はい。はい、今季初といいますか、きらめき干ばつっていうのは、切らなくても干ばつが行える、チェーンソーを使わなくても干ばつが行える方法として新たに出てきた方法なんですけど、木のね、皮を剥くんですよね。はい。はい、で、木の皮を剥くことで干ばつができる、その皮を剥くときに、ズルズルズルと杉とかヒノキの、皮を上までめくり上げれるので、子供ちゃんとか、おじいちゃん、おばあちゃんとかでもみんなで楽しめるってことで、イベント化をしてまして。うん、まあね、みんなが体験できる、ね、ちょっと森の中で体験ができるという干ばつっていうのはなかなかないので。はい。この春からね、夏終わりにかけては、シーズンとなっておりますので、今年一発目、5月9日のきらめき干ばつ、朝10時から夕方4時ぐらいまで、考えておりますので、もしよかったら遊びに来てください。ぜひぜひ。はい、とりあえず近況、はい、近況というか、はい、告知でした。ですね。まあ、それと同時に、まあ、自分、私の方でも、シェアビレッジの方で、その、ツリーハウスを作るための木材をですね、加工し始めて、初めてすることで、最近やり始めました。なかなか。まあね、やっぱり森から出したのをそのまま製材するっていうのを初めてやったんだけど、なかなかいい感じで、体験できる。そうですよね。まあね、こういうのが普通は昔は日常的にやってたんだろうなと思いながら、今現状ですね、このツリーハウスを建てましょうっていう、ことを動かすにつけ、いろんなことが動いてるってことですね。そうね。そう。ここシェアビレッジはですね、オーナータケル君の、一つの敷地にはなってるわけなんですけど、結構広いんで、その中にキャンプ場があり、
その中にツリーハウスを建てるわけなんですけど、他には木工場があったりとかね。ますんで、その中を使っていろんなものが作れます。ただ、木工場を使ってもできないものとしては、丸太を持ってきて、それを板にするっていう作業はなかなかできないんですよね。そうだね。うん。物を作るにあたって、やっぱり丸太で持ってきた後に、それが、板になってないと加工しづらい。例えば、フローリングを1個作るにしても、丸いままだとね、大変なので。それを。そうそう、それを、ね、板にしました。製材と言って、まあ、今回であると、3センチとかでしたっけ？そうだね、3.7 かな、ミリの。あ、そうかそうかそうか。うん。くらいの高さに、丸い木材を横からこう刃を入れて、まっすぐな、まっすぐな。今回2メーターか。ものによって4メーターとかあるんですけど。2メーター15とか。そうですね。うん。メーター15で、3.7 センチの厚みの板をね。3枚取れたらいいなっていう間伐材だから。一本の丸太から3枚取れたらいいぐらいだなっていうのを繰り返しやってもらってるんですね。うんはい、やってました。はい。はい。まあ、そんな感じで今、シェアビレッジはですね、はい、もともと、まあ、たける君は大工ではあるので、木工場もあるんだけども、うん、じゃあもう、裏の森から自分たちで、間伐をし、それを切り倒して、で、実際に持ってきて、板に加工する。そしてそれを商品化するっていうところまで一気に仕上げてしまおうっていうことを今、やり進めておりますね。場所で全部ができちゃうという。はい。はい。で、それで、ね、今、ツリーハウスを作ろうという。うん。ねえ、その、ねちょっと本題に入りましょうかね。はい。そのツリーハウスなんだけど、うん。本当そもそも、なんでツリーハウスを作ろうってなったんだっけ？そうですよね。なんでなったんだったっけ？もうなんかワクワクしたんだよね。ねえ。なんか男のロマンじゃないけど、ツリーハウスいいよねって言って、うん、で、そこでたけるくんが、いや、もうあれ、作る準備してるよじゃないけど、なんか言ったよね、その、土台にするってもうすでにね、実は僕たちが、このシェブリッジに入らせてもらったのは去年の10月とかなんですけど、その時点では、キャンプ場の中の杉の木4本に杭がどん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 ってもう打ち込んであったんですよね、その時はね。そう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 。で、まあ、そもそもなんかそのツリーハウスっていうものに関して、今言ってたようにワクワクする感覚というか、うんうんうん、まあ、なんていうかその、結構ね、男性陣の方が共感は得やすい気がするんですけど、ね、ツリーハウスを作ってみて、まあ、ある種その、家を作ってみたいっていう感覚ですよね。衣食住の住っていうところは、なんかやっぱりそう簡単に触れるところじゃないなというのは、なんか現代ではあるんですけど、ね、なんとなくこの男の本能として作ってみたい、このでかいものを作り上げてみたいみたいなところがあって、その木の上に。ね、そうそう、生きてる木の上に、ね、なんかワクワクする、まあ、シンプルにワクワクするなっていうのが大きくは。ねうん、あるんですよね。まあ、でもそれがなかなかねそのみんなとそれが共有できるかというと意外とそうでもなくて女性陣からするとなんで食べるのみたいなこともねちょこちょこ言われたりするんですけどそっかそっかでももう逆に考えると、まあ、作り上げる工程は男性かもしれないけどその後使う方は結構女性は多分あかもしれなくて活用する方をねきっとね、そうなんですよ。一つを言ってるのは、今回作り上げるのが、純和室と言いますか。純和室って言い方あったのかな、うん、普通ね、ツリーハウスだとね、洋風のやつも浮かべるもんね。うん、そうですよね、うん。ログハウスのようなイメージが強いかなと思うんですけど、そうそう確かに。今回は、茶室のようなイメージ。いや、本当、面白いよな。茶室のようなイメージが木の上にあるような感じになるんですね。で、うん、それを活用するというか、
3デッキのようなものと比べると、結構な、あの上品な仕上がりになるかなと思う。うんうん、例えば、その中で、この、ちょっとセッション、カードセッションというか、なんか、なんていうんだろう、精神統一できるようなこととか、はいはいはい、なんかお茶を立てたり。すごいね、面白いね。ね、今、たけるくんって言ってるのは、湯豆腐食べようって言ってて。ある、まあ、今回はトイレがついたりだったりとか、このちゃんと一個の生活機能を備えるようになっているので、なんかもう家ですよね、一つのね。ねえ。うん。デッキのような形じゃなくて、ちゃんとした家を一個作るようなイメージなので、それを使って、なんか一つ暮らしを豊かにするような、使い方ができたらいいんじゃないかな、なんてことは思ってるんですね。いや、面白いよね。面白いですよね。もう、やっぱ、それをね、みんなで作るんだよね。そう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 。なんて言うんだろう。トンカントンカンっていう形で、みんなで作る制作講座もするし、こっちどっちかというとその男性向け。で、これをクラウドファンディングって形でみんなで出資してもらって、みんなの一個の思い出にできたらいいなと思うので、そういう意味でもみんなで作るってことをしようかなと思っていて。いやうん、広さってどれぐらいだったっけ？広さはね、全部で行くと6畳ぐらいのちょっとちっちゃめのスペースで、その中で使えるスペース4畳半ぐらいになるかな。トイレもあったりとかするからね。ああ、そっかそっかそっか、4畳半。うん、3人で寝そうだね。ただ、何？ 3人ぐらい寝れそうだね。多分3、4人かな。うん、4畳半って思っ、4畳半なんだけども、中にその、例えば真ん中に支柱があるとかっていう構造にならなくて、4畳半丸々使えるようなイメージになるはずなんですよ。はい。ああ、本当に家だね。そう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 。はいはいはい。結構、あずま屋とかって真ん中に支柱があったりするのに、あるあるある。ですけど、真ん中に支柱がなくて、釣り塚って言ってましたね。かぶら塚っていう。はい、はい。かぶら塚。しとみど。かぶら塚しとみどって聞いたことないですよね。いや、わからない。死と緑。あ、わかんない、ね。死と緑って、あれ音楽死と緑。死と緑みたいな感じちゃうわ。何死と緑ってマジで。いやね、初めて聞いたんですが、もう、あ、そろそろ全終わらなきゃいけないな。そうだね。もうちょっとここまで行くとあれでね。もうそれ後半にしよう。和室って面白くて、この、なんて言うんだ、この障子が開くじゃないですか。はいはいはい。障子が開くんだけど、障子だともちろん濡れちゃうから、本来、ああ、はい、なんて言うんだっけ、あれ、横からガラガラって出てくる、あの雨戸、雨戸か、うん、雨戸が横からガラガラガラってくるじゃないですか。はいはい。普通そんなスペースも今回ないんで、人見戸と言って雨戸がはい、はい、これ通じるかな、自分が障子に接してると、まっすぐ接してるとしたら、障子がそのまま90度まっすぐ開いてるんですよ。上に上がっていく。上にこう、回転して上がっていく。それって昔からあったってこと？そういうのが。上に。あるらしいんですよ。そう。要は。わかんない、ね。目が開くみたいな。回転して。目が開いて、まつげがこうまっすぐ出てるみたいな感じなんですよ。あ、はいはいはい。あ、はいはい。それって、ふすまが、それが障子かか。障子の奥かな、障子の奥に雨戸があるとすると、雨戸がこう目が開くような感じで、目が開いてまっすぐこう、まつげがまっすぐ出るみたいな感じ。ああ、そうなんね。それをしとみどって言うらしいんですよ。へえ、あ、そうなんだ。初めて聞いたと思って。いや、面白いね。和室としてはね、結構よくある構造みたいですよ。へえ。面白い。面白いね。そう。まあ、狭いゆえのそういう、ね、うん、うん、仕掛けだったりとか、しっかりとした和室の様子を。日本家屋は面白いよな。いや、何が起こるのか、すごい、ちょっとワクワクしません。持つだけだもん、持つもんな。
ね、そうなんですよね。そのあたりもちょっと後半喋っていきましょうか、うん。そうですね。ちょうどいい時間になりました。はい。はい。ということでですね、雅楽のね、エテンラクっていう曲です。はい、聞いていただきました。エテンラクでした。もう。でも、鹿児島聞いたことあるよね、この。あるある。ってね。ちょっと昔ね、雅楽したいなって一瞬だけ思ったことがあって。一瞬がいいね。実はあれなんですよ、奈良の天理市の方に行って、農館とか、忍笛とか買ったんですよ、昔。あ、買ったのね。へえ。そうそう。で、まあ、この曲の中では、もちろんその七力っていう日本の楽器だったりとか、笙だったりとかが入ってるんで、まあそこまでのちょっと楽器までは手出せなかったんですけど、へえ。なんか、京都にいた時代に近くの神社からちょこちょこ練習っぽい曲がそれでね、聞こえてきたんですよね。いいよね。絵になるよね。日本の家屋の、ね、京都の街にその曲ってね。そうなんですよ。まあね、この、まあ、いろんなね、この、宗教のことなんであるかもしれないですけど、なんとなく僕の中では、このオアシスって言うと、なんかそれを思い出してしまうっていう、ことでちょっと選ばせていただきました。え、転落お届けいたしました。ありがとう。これ、誰バージョンとかあるのかな？なんだけど。でね、はい、あれでしたね。和室の話でしたね。うん、そうそう。まあ、しとみど。いや、面白いフレーズだよね。どういう、名前つけたんだろうね、そういう。ね、しとみっていうね、響きがめちゃくちゃ面白いですよね。ね、面白い。なんか、いい、響きがいい。面白い。面白い。で、もう一個、釣り塚っていうね、かぶら塚とも言うらしいんですけど。釣り塚。わかんないでしょう。わかんない。意味わかんない。真ん中に柱がない方法ってことだよね。あ、そうそう。真ん中に柱がない。めちゃくちゃ簡単に言ったら、普通だったら真ん中にドーンって柱を立てて、そこに向かってこう屋根が、そうね、そうね。集まる感じになるじゃないですか。全体重が真ん中のこの柱に集まる感じに。いわゆる大黒柱でね。そう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 。うん、あれが大黒柱の柱の部分がないんですよね。はいはいはい、みんなで支えてるみたいな感じなんだね。そう、今回は、おそらく屋根が四角形、方玉といって、真四角で、この、なんていうん、上等なジェラートみたいな感じよね。何それ、わからないし。に伝わらない。わからないし、それ。上等のジェラートって何よ。ジェラートってたまにこう四角形になったら山みたい。いや、わかる。あ、今わかった。今わかった、ちょっと。今わかった、ちょっとだけ。気がつく感じで今。なんていうの、この、上から見たら真四角、四角形、真四角なんだけど、はいはい。真ん中に点を置いたときに、各、うん、この何、対角線。対角線をこう引いたら、そのまま真ん中に交点があるじゃないですか。うん、中心が。それをビヨーンって持ち上げた感じですね。はいはいはい。なので、屋根は4つです。4つって言うんですか、4方向です。ほうほうほう。で、真ん中に力がかかってます。あ、はあ。うん。で、その下に柱があると思いきや、釣り塚、まあ、塚が釣ってあるような感じで、その塚をギューって下に持ち下げる、持ち、この体重をかけるのか、ちょっとやり方は僕わかんないんですけど、へー、形のこの和室、真四角で真ん中に柱があると思いきやないっていう構造らしいですよ。そのための真ん中でこう集める塚のことを、釣り塚って言ったりとか、かぶら塚って言ったり、あと、南京塚、かぼちゃ南京塚みたいな。ああ、はい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 。みたいな感じを言うらしくて。これ、ほんとないよね。国内でもないんじゃないかな。検索では出てこないもんね。Google とかでね。フライヤー、チラシ作るの大変でしたもん。イメージないから。ね、イメージがないからね。絵描いてもらいましたけどね。絵描いてもらったやつ、まだ、方玉、四角形になってないと思うから、ちょっと違うんだけど、まあ、和室ですね。本当に、茶室をイメージしてもらったそれが、木の上に
あるようなイメージ、はい、まだ僕もちゃんとイメージが湧いてないんですけど本当になんかその大事にするっていう意味を込めたいなと思っていて、うんうんうん、やっぱそういった上品な建物があって、こうそれだけでも大事にしたいなと思うと思うんですけど、うん、例えばその中であの今回もリターンで出させてもらってるんですけど、うんうん、自分たちが切り出してきた木を使って箸を作ってその箸に漆も塗ってもらうんですね。うんうんうん、あの三男の方に、うん、丹波の三男の方にね、あの漆のアーティストさんがいらっしゃるんですよ。だからある種も地産地消ですよね、はい、漆自体はちょっと別かもしれないですけど、あの産地はね、うん、その丹波の方に塗っていただいて、じゃあその上品なお箸を使いながら上品なツリーハウスの中で湯豆腐、うん、湯豆腐になるか知らんけど何かしらね、そのあの、まあ、お茶を立てるとかもそうですけど、ね、お茶を立てるんじゃなくて湯豆腐なんだよね、そこね。湯豆腐はなんかね、この前清水寺に行ったって食べちゃったんで食べたことしかないそう、まあお茶を立てるとかが分かりやすいかな。なんかそういうこうちゃんとしたなんか日本人なんだから日本のことしようぜみたいなスタイルなんですけど、うん、そうで、しかもちゃんと作ってあるものって大事にしたくなるなって思うんで、うん、それを僕たちはきっと修繕をしながらそこにあり続けさせていく、うんうんうん、裏に山があるんでそこを間伐して木を切り出して自分たちで製材をして加工をしてそれをまたツリーハウスに使うという形を考えてまして、やっぱりなんかそれがあるからこそツリーハウスもこうずっと続いていくし、うん、それによって裏の森もずっと続いていくんじゃないかなとは思ってまして、うん、なんかやっぱり優しいよね、その、うん、その循環ができるっていうのは。そうそうそ う, そう循環ですね。うん、やっぱりそう今回もね、清水寺もちょっと行かせていただきましたけど、うん、あの清水寺もね回収された後20年に1回ね回収をされて、今回もヒノキ舞台がまた新しく金色に輝いてましたけど、いや本当ね、綺麗な、ね、あの材っていうのもやっぱ出された後に、うん、あのそのまままた清水で使われるんですね。他の回収材になったりとか、うん、あのお賽銭、例えばお賽銭箱になったりとか、うん、木はやっぱり切ってからがどんどん強くなるので、ヒノキなんか特に200年間強くなるって言われてますからね。まあまあ本当に味があるもんね。ね。やる。やっぱり、もうちょっとさ、まあ、家とかでもそうだけどさ、うん、古民家っていうか、はい、うん、その歴史がもうそこの木がずっと見てるっていうかさ、うん、確かにその地域でずっとね。いや、その空気を感じて、どんな時にいるってすごいなと思ってさ。ね、人間よりももちろん長生きしますからね。うん、ね、でその木をに人が手を添えて育て切って加工して家にするというもう本当に家がし、うん、まだ最終形ではないっていうのがさ。そうですね、まだそのさらに先があってね、それがすごいなって本当に思うわ、うん。そうですよね、それを続けさせていけば本当に、うん、あの法隆寺だったりとか1300年続く建物ですからね、うん、そうなったりするので、なんかまあみんなが大事にできるそういうシンボルを作れたらいいなと僕は思ってますね、うん、いやいや、本当それが体験できるこの、ね、制作講座でもあるしさ。そうですね、で遠い人はなんかね、そのクラウドファンディングでリターンとかで橋が来たりとか携帯スタンドが来たりとかするから、うん、なんか森を感じてもらえたら嬉しいし、うんうん、そうですよね、ね、こんな感じの、まあ、みんなで作るツリーハウスというのを作ろうと思っております。うん、そろそろちょっとお時間になりましたので、ぜひ来てほしい。喋りたくないところではありますがね、今あのメイクハッピーのホームページで調べていただきますと、間伐プロジェクトのブログが立ち上がっております。そこでクラウドファンディングを自主的にやっております。はい、もしよかったらですね、そちら見ていただければ嬉しいです。そしてですね、
全体のアナウンスといたしました。NPO 法人メイクハッピーではですね、月額1000円からの継続支援を募集しております。僕たちの活動費ですね、はい、4月のクラウドファンディングっていうのも、すべて経費としてちゃんと使わせていただきますので、皆さんからね、預かったお金ですので。で、またそれとは別で、私たちの活動自体は、皆さんの支援金という形でお預かりさせていただけたらと思っておりまして、そちらもハッピーサポーターという月額会員の形でね、募集しておりますので、もしよかったらそちらもホームページ見ていただいて、ければと思っております。熱を応援していただけたら。はい、お願いいたします。お願いします。ということで、メイクハッピーラジオ、これにて終わらせていただきます。今回もありがとうございました。ありがとうございます。鹿児島と西県のメイクハッピーラジオ。